そうですね、すごく自分の中では悔しい一戦だったなと思ってます。まあ、最後勝ちきれなかったのは、まあ、今の僕の実力だと思ってますし、まあ、それを受け止めてまた一から頑張ろうと思ってます。セーターある中でアジア大会の第1回の代表権がありますけれども、そうですね、まあ、あの最低限の目標は達成できたかなと思ってるんですけど、やっぱりシングルスをに出場するっていうことが最大の目標だったので、本当に出れないってことが非常に今はショックで、まあ、もう一回やり直そうかなと思ってます。そうですね、まあ、決勝をやっていて、まあ、吉村選手と対戦している中で、台上技術っていうのが、まあ、浮き彫りになってしまったかなと思っていて、まあ、他にも、まあ、サーブレシーブとかラリーに行くまでの、まあ、戦術っていう部分が差があったなっていうのは感じてます。そうですね、まあ、オリンピックと同じぐらい大事な大会だと思ってますし、まあ、アジアとはいえ卓球競技はアジアがすごい強い地域なので、そこでメダルを取るっていうことは自信にもなりますし、オリンピックに出場するにあたって、まあ、大事な通過点かなと思ってます。改めてアジア大会の意気込みを、まあ、シングルスは逃してしまったんですけど、まあ、団体戦出場権を得られて、まあ、メダルを取って帰っていきたいなと思ってます。ありがとうございました。マッチポイントを取られてから挽回されましたけど、どんな気持ちでプレーしてたんですか？そうですね、まあ、相手はこうチキータを嫌がってるなっていうのは感じていたので、まあ、そこからチキータを対応するようにして、まあ、ラリー志向に、まあ、転換して試合しました。いい流れで最終ゲームまで行ったんですけど、最後勝ちきれなかったのはどういう理由だと言いますか？そうですね、まあ、最後は、まあ、自分の中では集中力が切れてしまったなっていうのを感じていて、そこから簡単なミスっていうのが増えたので、まあ、最後までやりきる力がまだまだ足りなかったなと思ってます。全然違う、じゃあラストお願いします。全然違う話題に申し訳ないですけど、プロ野球とかって見ますか？僕は見ないです。今日ロッテの佐々木朗希投手が完全試合13年6歳って言ったんですけど、本当ですか？はい、なので、はい、まあでもそうですね、まあ、他の競技で、まあ、こうして同世代の方たちが、成績を残しているってことは、自分の中でもやっぱりこう、自分がまだまだやれるんだっていう気持ちにもなりますし、まあ、向上心にもつながるので、非常に他の競技を、まあ、僕もたまに見るんですけど、まあ、感化されることは非常に多いです。